みなさーん、おはこんばんちは。 YouTube 生命判断スガッティチャンネルのアシスタントとしてオープニングを担当しております、えけこちゃんと申します。今日もよろしくお願いします。こんだけスガッティチャンネルは見るだけで楽々生命判断を覚えられちゃうっていう動画なの。ご覧いただきましたら、いいねの高評価ボタンと必ず忘れずチャンネル登録もお願いします。皆様からも占ってほしい有名人などのリクエストとか、生命判断に関するご意見やご感想、そしてえけこちゃんに関するご質問などなど、コメント欄にて受け付けております。占いのお申し込みは LINE でのみ受け付けております。お電話でのお問い合わせは固くお断りしております。お電話はご遠慮ください。さあ、今日取り上げますテーマはイケメン若手ブレイク俳優シリーズをお届けします。シリーズ第1弾は山田裕貴さん、第2弾は中野太賀さん、第3弾は松下洸平さん、第4弾では赤楚衛二さん、そして第5弾では高橋文哉さんを特集してまいりました。よかったらぜひこちらも検索してご覧ください。第6弾となる今回はスガッティ門下生の皆さんからリクエストいただきまして、ストーンズの松村北斗さんをテーマにお届けしたいと思います。最後までお見逃しなくご覧ください。それではスガッティにおつなぎしたいと思います。スガッティお願いします。こちらからは以上です。こんだけ。はい、えけこちゃん、ご紹介ありがとうございました。そんなわけでですね、今日はイケメン若手俳優シリーズ第6弾、スガッティ門下生の皆さんのリクエストからにより、NHK 朝ドラ、カムカムエブリバディなどで活躍中のジャニーズアイドル、ストーンズ所属の松村北斗さんを取り上げてみましょう。最後までお付き合いください。まずはこちら、リクエスト文なんですけれども、皆さんと一緒に読み上げてみたいと思います。こんばんは。昨日、チャンネル登録をさせていただき、スガッティ門下生になりました。お名前フルネームでね、こちら書いていただいてるんですけれども、これ動画のコメント欄じゃなくて、LINE にね、直接メッセージいただきましたので、じゃ今回は本名を伏せさせていただいて、ちょっと皆さんと呼ばせていただきます。毎晩楽しく見て勉強させてもらってます。ところで、私、今の朝ドラ、カムカムエブリバディを好きで見ていて、上白石萌音ちゃんのファンでして、で、お相手役のストーンズの松村北斗くんに心奪われ、先日生命判断をしてみました。横同格なんですよ。もう心配で心配で、今はバリバリノリに乗って活躍していますが、横同格。いつか奈落に落ちそうで心配でたまりません。YouTube でスガッティ先生、松村北斗くんの生命判断してください。お願いします。とのことで、はい、メッセージありがとうございます。まあ、このコメントをしてくださった前日に、スガッティチャンネルに登録してくださったとのことで、毎回ね、楽しく、まあ、スガッティ動画を見て、見ながらね、画数学んでくださってるんだと思うんですけれども、それにしてはね、スガッティ動画ではあまり口にしない横同格なんていうね、難しい言葉もご存知でらっしゃって、多分きっとスガッティチャンネルに出会う前からね、生命鑑定についてだいぶ詳しいお方なんじゃないかなって思うんですけれども、こうやってね、横同格になった場合の注意点みたいなのまでね、書いてありますんでね。あ、なんかのあれか、生命判断サイトか、本かなんかで生命判断してみたところなのかな？そうですね。そうやって、ご自身でもいろいろこうやってシミュレーションしてみて、気になるこういったね、俳優さんや女優さんを占ってみたり、身の回りの人たちをですね、占ってあげたりなんかして、で、わからないこととかあったら、スガッティチャンネルにコメント欄にね、ご質問いただけたら、それをまたテーマにできたらと思っておりますので、今後とも、皆さん、よろしくお願いいたします。でですね、この松村北斗くんに関しては、過去にストーンズの皆さんをですね、特集したスガッティ動画の中で、メンバーのこの松村北斗さんも占っていましたので、その動画で触れなかった部分っていうのをですね、今日は深掘りしてみたいなと思います。スガッティチャンネルのコマーシャルは30秒以上見てください。はい。まあね、この動画では、ストーンズの皆さんをね、ちょっとずつ占ったランキングを、まあ、付けさせていただいた動画でしたので、松村北斗さんもそうだし、その他のメンバーもね、まあ本当にちょっとしか、動画の中では触れられていなかったので、まあ今日はリクエストですからね、この松村北斗さんを深掘りしてみたいと思うんですけれども、なんでも特技が空手で、
静岡県大会で2位にまでなられた実績があるんですってね。めちゃめちゃ強いじゃないですか。で、名前が北斗だから、おそらくですけれども、まあお父さんだと思うんですけどね、お父様は北斗の剣が大好きで、で、お子さんにね、北斗っていう名前をつけて、そして空手をやらせて、で、めちゃめちゃ強くなりましたみたいなね。顔も北斗の剣みたいにね、キリッとしててかっこいいじゃないですか。だから実写版のね、北斗の剣の映画でも、また日本で制作されればね、ぜひ松村北斗くんがね、主演演じてほしいかななんて思ったところなんですけれども。で、リクエストにもありました通り、横同格っていうね、キーワードが出てまいりました。多分なんですけども、スガッティ動画で横同格っていうキーワード取り上げるの初めてだと思うんですよね。というのも、スガッティ自身はね、その、横同格自体が、まあ、基地数なら、それ自体はあんまり悲観しないタイプなんですね、スガッティは。まあ、横同格って何かっていうと、まあ、名字の内側足す、名前の内側を足した数字、これが丸二の内角ですよね。この内角と、今度、この、外足す外、名字の外側足す、名前の外側を足した合計、8足す4ですよね。これが外角、丸三番なんですけれども、この、内側足す内側の合計数と、外側足す外側の合計数が、どっちも同じ数字で揃っちゃう現象。これをね、まあ、横同角って言ったりなんかするんですね。これ案外、2ペアなんかよりも、割と、まあ、確率が少ないというか、珍しい数列なんですよね。まあ、こういった数列になると、今、良い意味でも悪い意味でも、裏表なくまっすぐというか、この内側足す内側、内角っていうのは、この内に秘めた本質、外からなかなか気づかれにくい本性みたいな部分。そして、外足す外の外角っていうのは、これ外からどういう影響があるかとか、外からどう映ってるかっていうことですよね。だから、内の本質と外の、まあ、外見っていうかな。そういった二面性を占う部分なんですけれども、その内面と外見とが同じ数字だから、まあ、良い意味でも悪い意味でも、まあね、あんまり表裏がないというか、まっすぐストレートな方が多かったりするわけなんですね。あとは、やっぱりその特徴っていうんですかね、落とし穴の特徴が特に、まあ、双角ぐらい影響度を高めてしまうってことですね。もうこうなっちゃうと、例えば、そうだ、死神って言ったらあれだけど、まあ、図太い神経とかね、こう、一家離散みたいな、まあ、落とし穴、大きな落とし穴ですよね。こういった落とし穴が、もう二つのキーワード重なっちゃうから、せっかくの双角の、こういったいい数列というか、まあ、いいキーワードが並んでるんだけれども、どうしてもこのね、ワンペアを形成する、まあ、横同角の特に落とし穴が目立ってしまうんですね。普通なら1メートルぐらいの落とし穴だから、落とし穴がここにあるって分かってて、ピョンって飛び越えれば1メートルぐらいだからなんとか、まあ、飛び越えられる落とし穴なんだけれども、こうやって重なっちゃうと、やっぱりね、2メートルになっちゃいますんで、2メートルの落とし穴ってなかなかね、助走をつけて思いっきりえいって飛んでも、落っこちちゃう場合があるんですね。おっかないでしょ、皆さんも2メートルの落とし穴ジャンプして飛び越えるって、なかなかリスキーだと思うんですよね。はい。そういう、ちょっとリスキーなね、シナリオになってしまいやすいということなんですね。まあ、北斗くんの場合は、その、まあ、大きな落とし穴は、この一家離散とかね、ポーカーフェイスとか、まあ、死神なんて書いてありますけども、よくね、この死神ってどういうことですかなんてね、ご質問を受けたりするんですけれども、案外これ、打たれ強くて、ずぶとい数字ですから、自分だけは助かって、周りが巻き込まれちゃうっていうようなね、数字の意味なんです。なので、例えばこの北斗くんもグループ活動してますけれどもね、ストーンズっていうね。だから、まあ、ストーンズのメンバーをみんな巻き込むような、あるいはもっと言えばね、事務所まで巻き込んじゃうような、そういう周囲を巻き込む落とし穴なんですね。だけども、不死身な北斗くんだけ生き残っちゃうみたいなシナリオになってしまいやすいんです。どっちかっていうと、ちょっとこの方、ポーカーフェイス、この部分も二つ重なってますから、ちょっとね、こう、なんて、言葉を選べばどう言うんだろうな。腹の中が見えないというか、なんていうかな、言葉を選ばずに言えば、まあ、嘘が得意みたいなね、顔に出ないみたいな感じの、そういうタイプなんですね。それが表にも裏にもありますんで、非常に本心が、読みにくいタイプなんじゃないかなと思うんですね。とはいえ、まあね、双角が超大吉数24角ですから、もう超大吉数っていうのは、もう大吉のさらに上に位置する、もう最上級の大吉数。そしてここには影響していませんって書いてあるけども、この15角もそうなんですよ。もう15、24、31は、もう別格の数字なんですね。超大吉数いくつかある中でも、さらにまた別格のもう3トップなんですよ。15、24、31ね。だからそういった特別な超大吉数を2つも持ってますんで、まあ、いいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ心配なのは結婚運、家庭運の大凶っていうのは、まあ、際立ってるのは間違いないんですけれどもね。まあ、
まあ、大丈夫じゃないでしょうかね。はい。あとは、本人的な健康運で言いますと、胃腸とね、あとはまあ、こういった部分でしょうね。胃がんとか大腸がんとか、十二指腸、その辺でしょうかね。で、この24画は、二足のわらじで大成功する数字ですんでね。例えば、この24画で二足のわらじといえばですね、同じくジャニーズ事務所のね、ニュースっていうグループあるじゃないですか。ニュースの加藤茂明さん。あの方ね、本名から下の名前、カタカナに変えたじゃないですか。実はね、加藤茂明さん、本名が最強数なんですよ。最強っていうのは、最も強いの方の最強じゃなくて、最も悪い。大凶を下回る最悪の大凶数。だから、まあ、最強数って呼んでるんですけれども、本名が最強数なんですよ。だけども、加藤茂明さんね、本名ではなく、今、こちらのカタカナ表記で、どうも芸能活動されてるみたいなんですね。これが功を奏してるんですよ。これが素晴らしい。このカタカナにしたことで、この最強数42画じゃなくなって、このね、総画も大吉数、そして名前が合計で、人気者数13画、これもアイドル数ですよね。アイドルには欠かせない13画を持っていたり、そして仕事運のね、名字の内側足す名前の内側し、この富士足す死で24画。これが、ほら、24画なので、二足のわらじ数ですよね。だからこの方もアイドル活動をしながら小説をね、書いたりなんかして大成功を収めましたよね。こういった感じで、二足のわらじで成功するのが24画の特徴ですから、北斗くんもですね、まあ、アイドル活動や、俳優活動のほか、まあね、加藤茂明さんみたいに小説の方に進むとかね、あるいは空手を活かして何かそういったアクション系のことをしてみるとかね、何か二足のわらじ考えてみるといいんじゃないかなと思うんですね。で、ここ3年ぐらいね、仕事運がとっても良かったんですね。その反面、恋愛運がちょっと停滞したまま、ここ5年ぐらい来てるんですけれども、まあ、そのね、逆に、仕事運がとてもいい3年間だったから、で、あと1、2年はね、仕事運がいいんですよ。だけど、逆に、ここ、あと1、2年っていうかね、特に今年から来年っていうのは、リセットの周期っていうのにね、入ってしまってますから、まあ、特に恋愛運において、もしね、今、特定のガールフレンドがいらっしゃるようだったら、ちょっとね、今年来年で一旦、それが振り出しというかね、別れになってしまいやすいんです。その原因が、ちょっと仕事とのすれ違いというかね、仕事運が良くなってるんで、で、今年来年また良くなるんで、その辺が、まあ恋愛をね、引き裂くポイントになってしまうのかなと思うんですね。ただ今、ほら、こういったご時世ですから、ただでさえね、恋愛がさ、こう引き離されるというか、ソーシャルディスタンスというか、なかなか濃厚接触しにくいご時世なんで、まあ、北斗くんだけでなくね、もう日本中というか世界中が恋愛や結婚しにくいご時世なんで、まあしょうがないと思うんですよね。ただこの後ね、また出会いの時期が来ますんで、そこで出会った人が実は運命の人になりやすいんですよ。その流れで、今期が31、プラマイ1歳に到来します。まあね、アイドルですし、ブレイクして、今、まあ、ノリに乗ってるところでしょうからね。30、31、32で、出会い、婚約、結婚とかっていうステップ踏めるかどうかちょっとわかんないんだけども、非常にね、家庭運がよろしくないので、ぜひね、早めの結婚を済ませてほしいかなと思うんですよ。30ぐらいでね、婚約、結婚しちゃっていいと思いますんで、そうしないと、この12画はね、一家離散数、家族みんなを離れ離れにバラバラにしてしまう数字なんですよ。ちょっと怖い数字なんでね。ちなみに、リクエストくださったミラさんなんですけれども、ミラさんが、もし仮にですね、北斗くんとご結婚した場合、多分ですけれども、ミラさんが北斗くんの名字を名乗る流れに普通はね、なると思うんですね。そうした場合、ミラさんの総画が、大波乱数44画。これまた最強数になっちゃうんですね。そして、北斗くんとの関係を決める外角の位置が、まあ、お家断絶数28画。そして、家庭運は、死別の女王様数29画になっちゃってますから、まあ、残念ながら、ミナさんは、北斗くんの結婚相手には、ちょっとふさわしくないんですね。ミナさん自身も不幸になってしまうようなカップルなんです。なので、まあ、ミナさんはね、ご自身で気になる男性にね、今後出会いましたら、その方を大好きになっちゃう前に、付き合っちゃう前に、抱かれちゃう前に、必ず、スガッティチャンネルで相性診断、お申し込みください。この無料生命判断だったら、ちょっとね、半年以上待たせちゃうと思うんだけれども、それでもね、まあ無料ですし、ただ、半年待たせちゃうとさ、相性占いの場合、間に合わない場合があるから。だから、まあ、ぜひね、スガッティに、まあ、LINE 占いお申し込んでいただければと思うんだけれども、LINE 占いだと、皆さんまだ占ったことないので、5500円と、お相手の運勢5500円。二人占わないといけないの。そうすると、まあ、5500円足す5500円で、11000円になるんだけれども、でも、相性占いってすごく大事ですから、はい。間違った相手と結婚しちゃって、結局不幸になって、子供まで道連れにして離婚しちゃいましたみたいなね、シナリオになると、やっぱ、ハッピーじゃないじゃないですか。だから、
そういったね、間違いくじを引かないように、ぜひ、スラッティチャンネルでね、相性占いを必ずしてください。はい。まあね、この双角24角は、ジャニーズ事務所でも、東山紀之さんとかね、岡田准一くんとか、あとはスラッティの大好きな、平成ジャンプの山田涼介くんとかね、あとはまあグループではないけど、ジャニーズで、大活躍中の生田斗真さんとかね、もうスーパースターばっかり輩出している超大吉数ですからね。だから、ジャニーズ事務所で24角ってそういうメンバーが揃ってる数字ですから、まあ松村北斗さんもね、今後、ますますご活躍が期待できると思います。はい、今日はこんなところでしょうかね。ご覧いただいている皆さんもですね、ぜひ、スガッティチャンネルで相性診断とかね、あとはお子さんの名付け、命名鑑定をね、必ず、名付けちゃってからじゃなくて、名付けちゃう前にですよ、届け出る前に、スガッティチャンネルで命名鑑定ご依頼ください。今日はリクエストいただきました。皆さんのね、リクエストにより、ストーンズの松村北斗くんを特集してみました。他の皆様からのリクエストなどもお待ちしておりますので、コメント欄の方にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。まん延防止と重点措置の解除を受けまして、資生堂も2022年3月22日からですね、営業再開しまーす。とはいえ、当面は来店での対面占いは営業時間外でのみ受けたまわっております。営業時間外というのは引き続き10時から15時です。そして来店占いは予約制ですので、予約しないと朝の10時とかスラッティここにいないと思いますので、必ず対面占いの場合はですね、予約した上でご来店ください。予約方法は QR コードや、あとは動画の説明欄にですね、URL が貼り付けてありますので、そちらから LINE でのみ受けたまわっております。もちろんですね、高崎まで来らないっていうね、遠方の方につきましては、引き続き LINE 占いは、これ随時受付中ですので、どしどしお申し込みください。LINE 占いもお申し込みはこちらの LINE でのみ受けたまわっております。それでは皆様に会える日を楽しみにお待ちしております。占いのお申し込みの方もお待ちしておりますので、どしどしご依頼ください。今日は以上になります。こんだけー。Na na 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 na